おやべえこれ。だから音声鳴りながらさっきの遊びができるわけです。ウォーターファの秘密基地アクセスフラッシュ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。グッドスマイルカンパニーオンラインショップ限定、グリッドマンプライマルアクセプターだ。おー、全国の玩具野郎集結せよ。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。おー、プライマルアクセプター、ご存知のない方のためにね、説明すると、テレビアニメグリッドマン、この主人公の響きゆうたがこのグリッドマンとね、アクセスフラッシュ、まあ戦うためのこう変身ですね、いわゆる変身アイテム的なプライマルアクセプターがね、ついに発売です。おー、これはね、受注販売アイテムとなっていて、もう予約は終了しています。これはもともと定価が 14,000 いくらだったんだけども、ちょうどね、予約を募っていた時に生配信番組をやっていて、その時に予約を申し込むと 10% オフかなんかになってて、でちょっと安くなって購入しました。 12,000 円ぐらいだったかなと思います。さあ見ていこう。パッケージ艶消しで高級感があるっていうか、なりきりアイテムのレビュー自体なんか結構久しぶりな感じするな。これがね、プライマルアクセプターです。劇中ではね、グリッドビームとかね、まあ、まさにこれでアクセスフラッシュ、まあ、変身ですね。グリッドマンとユータがこう融合します。はあ、絵がかっこいい。パッケージの背面はこんな感じ。思い出してくれ君の使命を、というわけでね、緑川光さんの声が聞こえてきます。電池はね、単4電池3本となっています。一応ね、大人向けとなっています。まあアニメもね、大人向けだったんでね、まあ大きいお友達向けのアイテムとなっています。さあ開けよう。開けろ。じゃーん、中はこんな感じですね。ベルト、これですね、ベルトと、あとは本体、非常にシンプルな構成となっています。でね、中にもグリッドマンが描かれています。はあ、開けよう。こんな感じ。まあ開けようっていうか、僕は一回開けてちょっと遊んでみたけどね、めっちゃいいです。ゴム製のベルトが入っています。で、ね、これは大人向けなんで、もう十分、後でね、はめるけど、十分の長さがあります。で、これが本体です。はあ、ちょっとまずは裏から見ていこうよ。これになっていてね、ちゃんと裏側も造形が施されています。スピーカーここになってて、単4電池3本はここにセットするという感じ。おー、見て見て、めっちゃいい。早速ね、電源をオン。おー、もう一回やってみようか。正面から見ると、おー、ここが光ります。でね、さらにすごいのが、これを押すと、この周りの黒いところが、せーの。おー、このようにね、光ります。しばらく光ります。これがいわゆる待機となっていて、もう一回押すと、アクセスプラッシュの音が鳴ってね、変身できます。ちょっとベルトを巻こう。電源を入れて、30秒、特に何も押していないと、ハイパーエージェントからね、Gコールが鳴ります。放置しててもね、ちゃんと音が鳴るから安心です。ちょっと待ってね。ちょっとゆっくりはめてようか。この間に G コールサインが来るはずです。お、手につけるとこんな感じ。このベルトもね、十分余ってます。大人の僕がつけても全然安心ですね。お、来た！こんな感じ。素晴らしい。特に何？鳴って何かレスポンスがあるとかそういうわけじゃないですね。しばらくフィーフィーフィーってなる。といった感じです。さあ、そしたらね、遊び方を紹介します。主にモードが2つあります。日常モード。それから変身した後は戦闘モードとなっていて、それぞれの音声リストがあります。はい。あとね、BGM もあるんです。もうこの遊び方、ちょっとね、一緒に楽しみましょう。わー、めっちゃ最高。で、ボタンそれぞれが、これが中央 LED ですね。ここは発光するだけ。で、これがモードボタン。そしてアクセスボタン、それぞれの用途に応じて音を鳴らすという感じです。私はハイパーエージェント、グリッドマン。グリッドマンの声です。思い出してくれ君の使命を。
いや。ユタ、君には使命がある。危機はすぐ近くに迫っている。G コール。といった感じでね、何普通にただちょっと喋るだけじゃなくていっぱい、音声リストのセリフがあります。さあお待たせ、アクセスフラッシュやろうか。この状態が待機で、おー、これがねアクセスフラッシュです。だからアクセスフラッシュってこう自分で言いながら、だからこういう感じだよね。あ、ちょっと待って。いきます。アクセスフラッシュ。うん。といった遊び方ですね。これでモードが変わります。日常モードから戦闘モードになるわけです。聞いていこう。と。おー、グリッドビームですね。で、遊び方的にはこれを3周します。3周繰り返すと、なんていうのかな、戦いがこう思い描かれるんだけど、3回ぐらい回るとやられてくるんですね。だんだんやられてきて、サイレンとかタイマーとかいろいろ流れてくるみたいな感じです。だからちょっと3周、LED の発光本当に綺麗だよね。こうやって見ると黒にしか見えないもんね。これがちゃんと発光して、あのグリッドマンの特徴的な光になるわけです。3周しました。さあ、そしたらこっから、やられてきます。お、お、お、サイレン音。タイマー。お、これも入ってます。で、おー、BGM。もうこれね、ユニオンが入ってます。これが鳴りながら、お、やべえこれ。だから音声鳴りながらさっきの遊びができるわけです。さあ、 BGM モードは長押しをします。曲が変わります。で、この曲流れながら、こういうこともできるわけですね。最後、うん、こういう曲が流れるわけですね。うん、これもいいね。おープレイバリュー高っ日常モードも楽しめると。私はハイパーエージェントグリッド、思い出してくれ君の使命を。そうだ、私と君は覚醒しなければならない。説明は後だ。いや、グリバ
アクセスプラッシュのとこですね。みたいなね、感じのね、遊び方ができます。ちなみにこれ、暗いところだとどうなるんだろう。ね、真っ暗になりました。ちょっと電気つけ、やってみます。おー、すげー、すげー、劇中みたい。こんなです。すげー、もう一回やろう。おー、いい。ちょっと変身してみようか。アクセスフラッシュ。なんて綺麗なんだ。おー、やべえ。これはずっと見てられる。発光具合がめちゃくちゃ鮮やかです。あー、いいね。まあ、暗いところでね、遊ぶと、こんな感じです。まあ、暗いところでも、明るいところでも、かなり光って見えることがよくわかります。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のグリッド版、プライマルアクセプターのレビュー、いかがだったでしょうか？こうね、一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。いやー、これファンにとってはたまんないよね。いや、実際に手につけて、こういろいろ遊んで、本当に劇中と同様のね、音声が鳴るっていうところに感動。あとは、やっぱりこの LED が綺麗。まあ、LED だけじゃなくてね、各部の造形も完璧だし、塗装とか、もう本当に言うことないね。見えない後ろ側とかもちゃんとこう、造形されてて、すごいなと思った。これは持っててすごい価値があるなと思いました。本当に買って大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった。一緒に遊んで気になったよという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、どんなことでも結構です。おー、お手本は最近になってグリッドマン見始めたよとかね。ああ、なんか最近ちょっと夜にやってたりとかするよねとかね。ああ、僕はグリッドマンのこんなエピソード好きとかね。こんなキャラクター好きとか。もちろんね、この商品のことなどなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。最後に遊ぼう。アクセーす。あ、ここでやろう。アクセーす。フラッシュ！目を覚ませぼーくなる。待ってねー！ガンギアの刺激せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え、憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの君チキンチー